1対1になりました。そして糸井嘉男、ライトへの大きな打球、なんと糸井タイガースの2022年の1号は糸井嘉男。まだ中盤ですが、まさに仕上げたという一発、糸井嘉男8対1打たれました。いや、もう打った瞬間でしたね。打った瞬間でしたね。あの流れで来てたんで、はい、大山選手あたりの1本欲しいなと思ったんです。はい、糸井さん打っちゃいましたね。もうその前に絶好調の選手がいましたね。いましたね。まあ、もともとオリックス自体も京セラドーム大阪は本拠地です。並びましたからね。はい、はい、直接ね、そうですね、地元で喜ばせるというね、はい、ライトへ、ライト下がっていく、トラップ追いかけていく、まだ追いつかない、ラインの向こうだ、さすが甲子園、強いこの糸井、フルベースヒットを放ちました。好きだったんですけど、ライトをいきなり前に行きましたよね。トランコがね、はい、ちょっと反応するの遅かったですもんね。もうちょっと誤って、はい、慌てて下がっていきまして、ちょうど今年は太めにラインが引かれています。この白いこのラインのもう少し向こう側にね、フェンスに近いところにボールが落ちました。右方向、ライン寄り、際どいところ、キャッチボールを取りました。今日はツーベースヒットも放っているこの糸井、ちょっとこう安心したような今表情にちょっと緩みました。